の人たちが集まってきたみたい。よし、人参、早いとこ片付けちゃおうぜ。それにしてもうまくいくのか？もちろんよ。町の人たちを守るのが私たちの役目でしょ。アツさんから？俺ならアイスキャンディーの方が嬉しいけどね。それは前に失敗したじゃない。とにかく私に任せて。仲間たちも手伝ってくれるから。それじゃあジャンピースプラッシュ作戦を始めるわよ。ジャンピースプラッシュ？ジャンピースI'm so-
世紀イベントは私たちワンデードリームのパフォーマンスをもっともっと身近に感じてもらいたいの気持ちからスタートした企画です。今日は暑いですが一緒に楽しんでいきましょう。それでは今日のパフォーマーたちを紹介します。リナ、お願いします。レナ、晴れてよかったね。イエイ、盛り上がりましょう。レイナ、好きな曲があったら一緒に踊って歌って楽しんでください。ユナ食べれません。ルア、楽しんでいってください。モリ、はい、自分自身3月ぶりのイベントです。頑張ります。お願いします。あかり、楽しもうね。太陽、よろしくお願いします。みんなの手拍子や応援の気持ちが私たちの力になるので、ぜひ楽しんでいってくださいね。私たちのショーは写真や動画の撮影ご自由にしていただけます。ぜひたくさん撮影してハッシュタグワンデードリームで SNS などに投稿をお願いします。それじゃあみんな準備はいいですか？ちょっと足りないかもしれないですね。準備はいいですか？イエーイ！ありがとうございます。まずはやってみよう。Oh,
Bye-bye.
そういう演出かと思ったでしょ。どうする？もう一回やる？もう一回やる？見たい人？はい。ありがとう。あれありがとう。治るのかな、そういうの。ありがとうございます。じゃあ、気を取り直してね。まあ、なんか、本気、今からね、だったら。ちょっとだけ気合が入った先生たち。取ったベルト、ベルト取りました。待って、投げた。何も取るもない。何も取るもないけど、いい？取ってくれる？いけ。そう？いけますよ。ごめんなさい。じゃあ、まあ、記憶を一回してもらって。はい、ということでね、次が最後の曲なんだよね。だったけどね、そう、2周年をね、迎えたんですよ、私たちワンデイドリームは。なので、ね、3人で感謝の気持ちを込めて、2周年ね、おめでとうということで、アニバーサリー踊らせていただきます。盛り上がってください。フライヤー持ち帰っていただいて、ご予約なんかもね、ぜひぜひお待ちしておりますので。
ずほとんどが眠ってますので、ぜひぜひ遊びに来てください。今後のね、出演情報なんかこちらのワンダードリーム公式インスタグラムで公開していきますので、こちらが一番早い情報出てますので、ぜひフォローしてください。そして今日のショーを見て、ワンデードリームに行ってみたいなとか、今日楽しかったような気持ちとか、あとはワンデードリーム2周年おめでとうの気持ちとか、もしございましたらこちらのキラキラな人気のお花ちゃんたちのボックスに届けるととても励みになります。よろしくお願いします。そしてね、何人か持ってくださってる方もいますし、今日はねみんなでタオルを、あ、こちらのワンデードリーム公式グッズもこの後販売ございます。 T シャツとかもねあるしね、ペンライト、ソートバッグ、あとは T シャツ、やばい記憶がこんな感じでいっぱいね、あの素敵なグッズ作ってますので見てください。私たちと撮りたいなみたいな感じは個人的な写真はください。暑いから水分飲んでね。じゃあ以上、私たち